こんにちは、ジョージ石原です。今回はプラレール VS プチ電車の後編です。では行きます。プラレール VS プチ電車、ドクターイエロー VS 500系新幹線こだま、プーブーブーピー。おーっと、スタートで自転車500系こだまが出遅れました。これはちょっと痛いですね。いや、しかし自転車500系新幹線こだま追いついてますよ。前評判通り自転車 2.4V プラズマダッシュ仕様、早いですね。ほぼ追いつきましたね。しかしここからなかなか抜けませんね。おーっと、これは完全に並んだぞ。ここから一気にプチ電車が抜き去るんでしょうか。いやー、いい勝負ですね。おや、少しずつ自転車の方が遅れてきましたね。ここでプチ電車評論家ジョージ・プチ・石原さんに解説していただきます。ジョージ・プチ・石原さんの予想に反してプラレールの方が早いですね。予想は忘れましょう。しかしこの勝負はですね、このまま長引けば圧倒的にプラレールが有利ですね。それはどういうことですか、ジョージ・プチ・石原さん。それはですね、単四電池に加えプラズマダッシュモーターは消費電流が多いですからね。それに加えプラレールの方は単三電池ですし、パワーダッシュモーターですから、プラズマダッシュモーターに比べれば消費電流は低いですよ。長引けば長引くほど圧倒的に不利になりますよ。なるほど、ジョージ・プチ・石原さん、ありがとうございました。ここからはとにかく長いのでカットします。そろそろプラレールが自転車を一周抜きしそうですね。スタートしてからそろそろ5分が経過しようとしています。これは完全にプラレールのドクターイエローが抜きましたね。おめでとう、プラレールドクターイエロー。では勝者のプラレールドクターイエローさんより一言お願いします。やっぱり僕モテる。その頃プチ電車の児玉さんは、このままでは終われんぞ、ぬおー、さらなる力を手に入れ、必ずやこの手に栄光を。以上、プラレール VS プチ電車でした。チャンネル登録お済みでない方は画面右上にある登録ボタンよりよろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。